さあ、それでは鳥取県の大門の6番解説していきましょう。問1から問5まであるんですけど、問1、2、3は楽勝なのでパパッと終わらせていきます。まず問いの1番、あ、まあ、直線が y イコール x マイナス1と y イコール3分の1 x プラス3があって、 y 切片 x 切片がそれぞれ ba になっていて、交点 p としているとこういう状態なわけですね。括弧の1番 a の座標を求めなさいだけど、あ、括弧問いの1番ね、1、0ってあっさり出ますね。次、括弧の2番が p の座標だけど連立するだけですので、これも頑張って求めてください。6、5となります。で、括弧の3番、間違えた、問いの3番が線分 ab の長さを求めなさいだけど、p、ここは y 切片が3って分かってるだけだから、ob の長さが3になっていて、OA の長さが1になってんだから、3の2乗たす1の2乗のルートでルート10って出てきますね。 AB イコールルート10と、この辺までは瞬殺かな。で次、ここも90度マーク書いちゃってるんだけれども、問いの4番で何言ってるのか、 ABP が90度であることを次のように示しましたと、あては空欄に当てはまる言葉書いてくださいね。ということで始まってるのが AB がこの長さですよね。でまた BP はどうなってますかっていうのと、 PA はどうなってますかっていうのを言ってるわけですね。BP とか PA どうなってますか。だから多分三平方の定理が成り立ってるってところを持ち込んでいくんじゃないですか。そうすると BP の長さどうなりますかって言われたら、ここが6号って分かっているので、横に6、縦に2進んでるだけなので、三平方の定理使ってください。2ルート10ですね。 PA の長さどうなってるのか、横が5、上が5ですから、5、5なので5ルート2ですね。ということで5ルート2、2乗してあげるとどうなるのか、50になります。これ2乗したら10です。これ2乗したら40です。足し算したらこいつになりますから、三平方成り立っていますので、最後の空欄に当てはまるのが、この時三角形 ABP において AB の2乗プラス BP の2乗イコール PA の2乗という関係が成り立つので、各 ABP イコール90度となるっていうふうに証明すればいいですね。でここまでで終了で、問いの5番、ここがメインディッシュでございます。いきましょう。3点 ABP を通る円をぐるりと書きますと。で、X 軸との交点 A と異なる方をもう一個 C としますと、どこに C が出てくるんでしょうね。ってなった時に、弦 AC と弧 AC がーって出てきてるので、まずは円の話からいきましょうか。さて、まず円の中心なんだけど、それは AP の中点になっているのが分かりますか？だって ABP を通る円を書くわけじゃないですか。そうすると必ずここが90度っていうところから AP が直径にならないといけないわけですよね。ですよね。ここ90度だからな。なのでこれが直径ってことは、ちょうどそのど真ん中が円の中心になるはずなので、この点を中心として直径が AP の円を描くようなイメージですね。で実際に描いてみましょう。描いたらどうなるのかとね、描いてみましょうか。あー、めんどくさい。あまりめんどくさい、めんどくさい言っちゃいけないですね。こんなもんかな。こういうふうな感じの円が描けるはずなんですよね。でこれを引き続き描いていくと、こんな感じになるんですが、重要なところ、 P から下ろしたこの垂線と円は交わります。いいですか。今円を描いてあげると、よいしょ、こういうふうになるんだけれども、 P から下ろした垂線と絶対に交わるんですよ。え、なんでですか。だってどっかに点 C っていうのが出てくるんだけど、各 ACP も絶対90度にならないといけないわけじゃん。 AP が直径なわけだから。だから C っていうのは必ず P の真下のここにないといけないよねってことがわかるわけね。OK、ということで、まず大事なこと、ここに C が出てくるんだっていうところが1個ポイントだったわけです。で次、このまま問題文読んでいきましょう。でこの弦 AC と弧 AC で囲まれた部分を、この直線 y イコール x マイナス1について回転させると、ぐるりと、その時の体積求めてくださいって言ってるわけですね。うわ、しんどそうって思うかもしれないけど、実際のところですね、この問題そこまで難しくはないんですね。ちょっとこの状況複雑になってしまいましたので、こっち側に移しておきましょう。イメージだけ書いておくと、まずはこういうふうにy イコール x マイナス1っていうのが直線としてあって、ここの部分をこの直線でぐるりと回転させなさいって言ってるわけですね。でこれが今ちょうど真下になって90度っていうところと、こいつが直角二等辺三角形だったっていうところから、これも90度になるってことが分かりますよね。この中心結んで、この C 結んだところね、中心と C 結んだところと、この直線 y イコール x マイナス1も直交しますよね。こういう状態が成り立つわけじゃないですか。
だからどういうふうに考えていくのかっていうと、まずこいつを y イコール x マイナス1に対してぐるりと回転させるわけです。そしたらどんな図形が出来上がるのかっていうと、こういう半球が出来上がるはずですよね。半球が出来上がるじゃない。この半球からこの三角形、この三角形、こいつを回転させた円錐の体積を抜いてあげれば、ここがくるりと一回転した時の体積っていうふうになるはずですよね。だからイメージを書いておくと、こういうふうなイメージなわけです。ちょっと分かりやすく言うと、半球があって、半球があって、この半球の中にスポッと収まる円錐があって、それを抜いた残りカスの部分が求めたい回転体の体積だよねってことなわけです。だからこいつをくるりと回転させた図形っていうのを直接追うんじゃなくって、一旦これを含めて4分の1円をくるくる回転させて、まずは半球を作ると。そっからこの三角形をくるくる回転させて出来上がる円錐を抜くって考えればよかったわけですよ。この考え方ができていれば、あとは実はそんな難しくないわけです。こっち行きますよ。はい、今 A が10で、P っていうのが65でしたから、ここが60になっているので、ここの長さって5になると。ってことはここの長さどうなりますかって言ったら、1対1対ルート2だから、ルート2分の5っていうふうになるはずですね。 OK。 はい、ということでこっち行きますよ。求める体積を V としておけば、まず半球の体積、2分の1倍の3分の 4π、 半径がルート2分の5でしたから、こいつの3乗っていうふうになると。ここから円錐の体積ですね。半径がルート2分の5ですので、3分の1倍のは先につけておきましょうか。3分の1倍の底面積がルート2分の5。これの2乗だと。で、高さがこいつですね。高さが、ルート2分の5だと。で、それを3分の1倍すればいいわけですね。さあ、ここからですね、行きましょうか。まず2、2で約分されて、こいつ2が残るんだけど、ここ見てごらん。ルート2分の5の3乗で、ここにもルート2分の5の3乗があるわけじゃないですか。だから、よくよく見てみると、これ、3分の1倍の、おっと失礼。π が抜けてますね。大変失礼しました。ルート2分の5の2乗 π かける高さかける3分の1ですからね。ごめんなさいね。そうすると、3分のもあるし、π もあるし、ルート2分の5の3乗もあるわけですから、あとは残り2と1で引き算をしてあげれば、結局これ1になって消えてくれるので、ここの計算だけすればいいわけですね。はい、こいつ計算したらどうなるのかっていうと、3分の1倍の π かける2ルート2の125ですから、分母分子をルート2倍してあげて、12分の125ルート2 π 立方センチメートルっていうふうになるはずですね。問題ないでしょうか。いいですかね。はい、だからまあ計算の部分はともかく、別に普通に計算していってもらって構わないんだけれども、大事なことはここのね部分をぐるぐる回した立体っていうのを考えるときに、一回大きい塊を作ってあげて、分かりやすい図形から分かりやすい図形を引いてあげると、こういうふうに引き算をするっていう感覚で解いてもらえればよかったのかなと思います。解説以上です。こんにちは、迫田です。高校入学前で数学の先取り学習をしたい。進学校に通っていて、もっともっと自分で数学を勉強したい。勉強一生懸命してるんだけれども、なかなか数学ができるようにならない。問題、解説、動画、全部僕が作っている数学の取説、ぜひ手に取ってみてください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。